この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。本日も解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明記者です。長谷さん、よろしくお願いします。4日間開催で行われているミッドナイトボートレースイン大村ファースト、本日3日目、準優勝戦日を迎えました。準優勝戦は本日の第9レースから第11レースで行われます。さあ、長谷さん、はい、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、今日朝から停電とかしなかったですか？停電？うん。何時ぐらい、それ？何時だったんだろう。午前中？うん、午前中。いやー、そういうのはなかったです。停電まさか、停電したの？うん、そう、2回ほどプチップチッって。電気代払ってないの？いやいや、払ってるんですよ。いや、私ね、うん、だから、わ、今日開催大丈夫かなって心配しよったとに、誰に聞いても停電してない。いや、多分あなたのお家だけじゃないの？あ、じゃあ、あなたのお部屋だけじゃないの？お部屋だけのことがない。本当に？あ、本当に。停電、初めて聞いた。もうけど雨、ほら、朝方ひどかったでしょ？あ、全然気がつかなかった。あら。まあでもね、今は、まあ、止んで。そうね、今日は結構あの予報ではずっと雨って言ったけど、うん、はい、俺雨止んだのって思いましたもんね。まあ、ただね、今日は予報ではね、ずっと雨予報出てるんで、どうなるか。気温も高くて雨で蒸し暑いんじゃないのかなっていうのは、はい、ミッドナイトの時間帯だからね、気温も大丈夫だと、ちょっと気になるんですよね。そうですね、ちょっとベタベタもしますしね。そうよね、特にもう、50超えるとね、もうね。いやいや、もう今日長谷さん12レースまでなんでね、ここで。あ、そうか。頑張っていただきたいと思います、はい、さあ、それではちょっと予選終えまして、はい、振り返っていきたいんですけど、トップ通過は石橋道友選手ですね。いや、しっかりまとめましたね。いや、いいですよね。はい、4戦3勝、大2連敗、はい、うん、素晴らしいですね。さあ、そして2位通過松江選手。いや、連続登場で大村ね、はい、追加に来てね、1、2、1、オール2連敗、素晴らしい。彼は A2 勝負勝ちでもあるから大きいですよね、はい、うん、ね、前節より感じがいいということ言われてましたけど、しっかりもうね、1枠で準優来ました。そして3位通過、貞松選手です。昨日の彼のレース見てやっぱ惚れ惚れしましたね、はい、あの道中の逆転劇があったじゃないですか、思わず貞松くんに、ミニエリュートかと思ったって言った後、いや違う、いました、あれが貞松だな貞松のターンだなって言ったら喜んでたけど、うん、あ、そうなんですね。やっぱり物が違うな、いや、うまいなと思いました。本当にあのターンが切れるよね、なんか。で、昨日は整備もして足も良くなってるから、はい、ちょっといい感じになってきましたね。もう本当休み明けとは思えないレースっぷりですね。もうだって休み中はもうなんかもうすごくなんか羽伸ばしてバカンスしてるかっていうからもう自由たっぷりは彼は。なるほど。さあ、ということでね、 A1 選手はなんだかんだ言ってもうね、減点もある方もいたんですけど、全員準優勝戦に乗ってきました。はい、そして私がね、キラッとまず目に入ったのが水谷選手。いや、彼はもう本当にね、なんとか思い出したけど、やっぱりレースうまいな、チャンプうまいなと思ってるけど、今回はいいエンジン引いてるから出てるね。素晴らしいですね。特に昨日のはさらに良くなってた。132機と思えないんですけど。いや、彼も大物ですよ。はい、まあ、今日は準優勝戦に乗ってきたんですが、初めてですかね。準新戦は1回あったけど、準優は初めて。そうなんですね。だからこんなに出てんだから、はい、初優出狙ってよと話してました。気合入りそうですね、はい、さあ、そしてボーダーなんですが 6.00 となりまして、2人並んでたんですけれども、原村選手は滑り込みとですよね。やっぱり短期決戦だからね、ちょっとの差でとか、まあ、どう、ね、乗着に変わりますからね、そうですね。ということで、今日は準優勝戦行われますので、ぜひ皆様誰が優出するのか注目しながら見ていただきたいと思います。本日も長谷さんには2レース予想いただいております。まずは注目レースです。こちらです。第11レース3つ目の準優勝戦を挙げていただきました。さあ、ここですが、見どころ、ミスター大村石橋道友選手が四国勢の猛攻を受け止めるということですが、道橋選手の長崎支部ですけどね、はい、あれ、あ、すごい、本当だ、全員宇野選手が徳島で、あとは香川ですから、四国勢ばっかりなんですよね。はい、もう束にかかって、石橋道友って行くのかな。うん、まあ、受け止めましょう。はい、だってね、はい、石橋選手やっぱり大村ではね、優出過去61回あって優勝21回、
素晴らしいですよね。21回はもうダントツ、もうトップですからね。今回も仕上がり、はい、昨日やっと言いました、うん、伸びはちょっといいですよ。あ、いいということ、やっと言ってました。確かにこれね、はい、雰囲気いいですよ。テレビさんも出ててね、伸びはいいですよね、はい、ただ彼が言うには、うん、出足はどうかなって、うん、ストレスを感じる。そうなんですか。というか展示タイムは出てるんだけど、はい、上がりタイムが50秒だったり、うん、50秒台だったり、はい、50秒近かったりしてタイムが出てないって。うーん、だからあれ出足があればもっとタイム出るはずなんですよって言った。そういうとこまでしっかり見てるんですね。ミスター大村さんちゃんと見てる、その辺は。さすがでございます。だからそこら辺があるんで、はい、でもね、足がいいからこのまま一応行こうとは思うとは言ってましたね。じゃないと直線落としたくないですからね、はい、でも地元なんでスタートも、うん、いや昨日もゼロ台連発ですよ。そうですね、陰線もしっかりね、うん、もう今全国で見ても13走連続2連体中だけど、うん、大村では12走連続2連体中で1着が後に多いですからね、はい、さあここは優勝戦1号艇カジナルレースになりますからね、はい、さあ5本目ですね、うん、さあ対抗2号艇にはいかず3号艇宇野選手に行った理由、はい、秋山選手は全権初日あんま良くなかったんですよ、うん、それが上向いて普通にはなった。あ、昨日ピンピンでしたけどまだ普通、あれは昨日は枠番っていうのもあったわけよね、うん、伸びているのは宇野選手、はい、ただちょっと乗り心地はね良くないらしい、うん、でも伸びはいい。でももっといいのは先ほど名前挙げた水谷選手はい、皆さん、うん、56号機ですよ。あ、前走者、ね、小野達也選手、うん、伸びすごかったでしょ。はい、特にダッシュの方が出てましたよね、うん、水谷選手まだ 1,2,3 コースには入りませんよ。ダッシュ行くんですから。はい、で特に昨日はねびっくりした、うん、まずね、うん、回転をしっかり上げていったら伸びはちょっと落ちたらしい、はい、なのにね、うん、でも伸びトップクラスですよって。落ちてもトップクラス、でその分出足回り足が良くなったって。うーん、で昨日は1レースとか走ってたけど、はい、1レースに入ったら足違ったよねって言ったら全然違いました。もう自分でも分かるんですね。で周りの選手が見た時に、はい、お前のエンジンすごいな、お化けだなって言ってた。お化け、すごい。だから彼はフライングを持ってて、はい、まあ、自己点が高いんだけど、で4コースもね過去にね、はい、まだ8回しか一度入ってない。うーん、けど本人は、はい、ピット離れ遅れない限りは4コース角から行きたいって言ってました。主張すると。だからここをね外をね、ね、同じ四国勢ですから前付けはないと思いますんでね、はい、ピット離れ出れば3対3になるでしょう。初の順位、一気に初優出行ってもらおうよってことで4が3番って評価。ただ印が回ってないという竹谷選手、はい、減点跳ねのけて乗ってきましたね。さすがですね、3連単まとめてますもんね。ただ本人は乗り心地が良くないってずっと言ってるの。あ、そうなんですね。でも道中見てそんな感じしませんよね。うん、だからやっぱ粘り強いんで、やっぱ彼も気になるところ、はい、だフォーカスを出す時はやっぱりどうしようかって迷ったんですよね。無難に行くから行くなら1から2、3、4、2、3、4に、まあ、5も絡めるフォーカスでもいいと思うんだけど、うん、はい、いやここはもう足で重視で1、3と1、4にしようって。うん、でそれで5、3着入れておこう、はい、原村選手はね船足普通くらいで、うん、乗り心地が悪いらしい。そうなんですね。ちょっとそうなると、ちょっとね、6コースもあんま成績良くないのでね、ちょっと6はきついかなと思ってここ切りました。ちょっとねコースが遠いということもあって、はい、さあということで狙い目なんですが、なし、なしでミスター大村はしっかり優勝戦に仕事できて、そして、はい、あとは誰が来るかね、あとはね、そうですね、楽しみですね、はい、ということでこのようにフォーカス上げていただきました。ぜひ皆様参考にしていただきたいと思います。さあそれではあのコーナー行きたいと思います。せーの、困った時の長谷田のみ。さあ長谷さん、昨日は2レース予想していただいたんですが、はい、両方とも的中でございましたよ。でも因が強いね今節は。まあそういった番組なのかな、でもレース傾向なのかと思うぐらい因打ち強いよね、まあ、ただね、あの前節と比べると進入って結構動きあるんですけどね。動く人いますから ね、 さあどこのレースを今日の長谷田の身に挙げていただいたんでしょうか、はい、このレースです。一つ目の準優勝戦第9レースですね。先ほど言っていたような進入で動くかどうかポイント、はい、4号艇城太選手でしょうね。まあ、基本的にはスローから行きたいからね、はい、でも動いても貞松選手中口選手は
やだって言うでしょ、ただ吉田慎二さんもやだっていう可能性はあるよね。そうですね。でも上田さんがこんな関係ないぞって言ってね、ゴリ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 前に行くかもしれませんよね、はい、だからパターンとしては、はい、1、2、4までスローのダッシュ3、5、6なのか、はい、上田さんがもういいや動かないって思っ、うん、っていうかあんまりこう取り行っても取れなそうなんでね、うん、もういいや枠ならでいいやって思うか、昨日の時点ではね、もちろんメンバーわかんないんだけど、はい、うん、前月行くかどうかは、うん、分からないって言ってたらしいんでね。あ、4カドってこともあるんですか。たまにあるんですよね、ジョーさんってね、はい、でもまあちょっと新入まあスタートエンジン見ましょうね、うん、でも一応まあ1と2はそばまだし、うん、5と6もそばまだと思うけどね。なるほど。さあでも貞松選手、はい、昨日はリング変えてターン豪快でしたね、はい、前半の道場逆転にお見事、後半の陰線もね、はい、1マーク回って船しっかり浮かしてウィリーターンして前にギュッていきましたね。まあ、あれが今ね流行りのターンですよね。いや本当なんか出ていってるな、うまいなっていうのが印象残りますよね、で船足ね上積みもあって本人も手応えあるけど、周りもね貞松出てますよっていう声が昨日は上がってきた、はい、だからやっぱり1が本命ですよね、はい、ただ中口選手、皆さんこれエース19号機ね、だいたいこれは伸び方で、はい、チルと0号とかに跳ねてダッシュのがいいという傾向だけど、中口選手はスローから行くんですよね。あ、そうですね。だから彼と話しても、うん、いや俺とタイプが違うよねって言ったけどで昨日ね、うん、後半チルとマイナス0点を下げたんですよ、はい、そうしたらびっくりした、伸びもすごいし、はい、出足が昨日来てたね。うーん、昨日の足見てる、あこれ19号ってやっぱすごいやと思うぐらいの足だった。やはりうーん、骨折もいいんですね。吉田慎二選手、これねいいモーターですよね、はい、76ね、はい、伸びるガタガタと思ってて、今回は伸びじゃなくて出足がたって言ってましたね、うん、あそうなんですか。伸びることはないって言ってた。でも相手によっては強いけどね、はい、だから彼も足がいい。上達さんはうまくまとめてるけど、まあはい、前傾よりかは良くなってるって、まあ普通くらいかな。うん、まあ、松下選手や長谷選手も普通は十分あるんですけどね、はい、でも貞松がすごいターンをしてる、足も良くなった、はい、中口選手も本当にいい足になった。うん、1、2かなって。うそしてまあコースが分かんないからなんだけど、そうですよ、ね、3と4に5の松下選手、はい、直近10走の5コース見ると、はい、船券からのが4回あるんですよ、ね、で今節意外といいとこ展開できてるレースがあってるので、はい、彼の3着入れてみようかな。展開は向く可能性はありますもんね。ある、うん、6番永田選手まで抑えようかなと思ったんですけどね、はい、ちょっと見え張って切りました。わかりました。ということで 1,2 からの 3,4,5 が買い目と挙げていただきました。そして狙い目なんですが、昨日ね実はね、うん、2号艇に、はい、2番中口選手が追った時に、うん、インコース林選手だったんですよね、はいはいはい、あれ林選手スタート0台行ったんですよ、うん、しっかり行かれましたね。貞松選手はフライング休み明けフライング持ってるからどこまで行けるのかな、はい、なるほど。ちょっと2番が昨日やけに良くなってたんで、ちょっと2の差し逆転抑えておきたいな。差したら 2-1 とは思うけど、はい、一応3番のこれモーターもエンジンもいいんでね、一応 2,3 まで欲張ってみようかなと思って入れてみました。やはりモーターでいうとこうね19,76って言ったら、そう、ね、大物代表するもエンジンですからねこれね、はい、まあ、貞松選手がどこまでスタートしっかりいけるかと。貞松は簡単に陰線負けないとは思うけど、はい、ちょっとこのやけに2番が良くなって昨日びっくりした本当に。うん、まあ、それくらい気になるということで、はい、狙い目で2号艇の中口選手の頭から2着1番3番3着1、3、4、5と挙げていただきました、はい、ぜひ皆様参考にしていただきたいと思います。ということで本日はね、長谷さんは第1レースから第12レースまで表解説でも登場いたします。ぜひ皆様参考にしていただきたいと思います。ということで本日も解説していただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。